皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。キコちゃんです。昨日の夜さ、モンストやりながらお酒飲んでたんですよ。ウイスキーガブ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 飲んでるうちにだんだん泥酔してきて、なんか朝起きて気づいたらヒゲなくなってたんだよね。なんで怖っ。ということで今日はね、モンストの動画撮ろうと思ったんだけど、何にも撮るネタがない。別にいいガチャも来てないし、面白いイベントも今来てるわけじゃないんで、特にねモンストのネタがないので、まあ、せっかくなんで、ここ最近はなんかモンスト以外の動画も伸び始めているから、おかげさまで、うん、なんかガンプラもさ、1日目がさ4000再生とか3000再生ぐらいだったのに、なんかね、じわじわみんな見ていただいて、今じゃ2万再生超えてんのかな、うん、なんかすごいなと思って、時間かかって伸びていくってすごい嬉しいんだなって気づきましたね。やめて、今ね、撮影中なの、近藤くん。坊や。坊や？坊やどうしたの？なんだよ、この坊やは。なんか、お子ちゃんだな、喋ろうとしてるんだよ、パパはね、おいおい。ね、近藤くん。はい、よかったら。はい、ということで、本日なんですけども、特にネタがなかったので、モンストにギコちゃんが出会うまでの話をしようかなと思ってんだけど、近藤くん、舐めんでやめてもらっていいかな。ね、坊ちゃん。ね、今ね、撮影中、見た。見て。ほら、撮影中でしょ、近藤くん。ちょっとおとなしくしててね。はい、ということで出会うまでの話を今日はしていきたいと思います。時は遡ること、1999年9月です。リコちゃんが初めてやったネットゲームってスマホのゲームじゃないですよね。はい、そうです、ドリームキャストです。皆さん覚えてます？多分ね、最近の子は分かんないと思うけど、昔90年代にはね、ドリームキャストっていうゲーム機があったんですよ。ドリームキャストってやつ、グルっていうマークのやつね。そっからね、1999年9月23日にあちゅまれぐるぐる温泉っていうのが発売したんですよ。ぐるぐる温泉ってどんなゲームかっていうと、もう今じゃ人気出ないと思うんだけど、みんなで、ね、温泉に入ってチャットしたり、あとはね、トランプしたり、麻雀したり、まあ、いろんなミニゲームができますよっていう。もう流行んないよね、今の時代ね。多分そんなの。うん、麻雀する人いたとしても、チャットする人なんてあんまいないんじゃないかなと思ってんだよね。うん、チャットっていう言葉自体が若干もう、ネット界では死語というか、うん、思うんですけど、当時はね、まだインターネットって、使い放題じゃなかったんですよ。はい。通話しないといけないんです。インターネットを使うには、電話回線を使って電話をかけて通話状態にして、そっから通話料金払いながらインターネットを楽しむと。だから、速度で言うと、今で言うとさ、みんなさ、100メガとかさ、1ギガとか出てる人いるでしょ？まあ、1000メガだね、要するに。当時はね、56kbps だった気がする、確か。電話回線って。うん。で、ISDN になって、64kbps になったかな、確か。はい。まあ、その話は置いといて。まあ、電話を使って、インターネットを楽しむ時代ですよ。うん。それ以外ない。ただ、高すぎる。インターネット料金が。もう、一気にね、通話料金10万円とか20万円とかいっちゃうわけですよ。はい。そこで、NTT 東日本さんのサービスだったかな、確か、サービスは開始するわけです。テレ放題、うん、通称テレホだね。テレホは確か夜11時から朝の8時だったかなまではいくら使っても定額4500円とか5000円とか6000円ぐらいだった気がする。はい、画期的じゃない、使いたい放題。はい、マジでビビりましたね。なのでほとんどのユーザーが夜11時ぐらいからしかインターネットを楽しむことはできなかった、超金持ち以外は。はい、そんな感じのぐるぐる温泉でしたね。いや、ぐるぐる温泉、まあ懐かしいな。ダン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 、そうやささみたいなさ。懐かしい。うん、ロードも長いしね。はい、続きまして、2000年になりまして、2000年の2月の17日に、まあ、ギコちゃんが一番ハマったと言っても過言ではない、ドリームキャストのゲーム、トレジャーストライクが発売されましたね。トレジャーストライクってね、4人対戦ゲームなんですけど、4人それぞれ別のアジトから始まって、で、同じマップを走り回るんだけど、赤、黄色、青の鍵がマップにそれぞれ1つずつ落ちてるんですよ。うん、それをみんなで奪い合いながら、青の鍵だったら青の宝箱、青と黄色を持ってたら青と黄色の2色の宝箱を開けることができて、どっ
っかの宝箱にもう大きなトレジャー、宝物入ってるんですよ。バシャーンって出てくるんだけど、それを取って自分のアジトに帰ったら勝ちだけど、そのアイテムを取ると自分の走る速度が 80% とか 70% ぐらいになっちゃって遅くなっちゃうんですよ。だから他のユーザーに追いつかれちゃうんで、うまく攻撃かわしながら、むしろ迎撃して倒したりとかしながら自分のアジトに持って帰る、もしくは奪われて負けるみたいな、うん、そんなめちゃめちゃ楽しいゲームをねずっとやってましたね、うん、夜11時からね。はい、楽しかった。ここのトレジャーストライクで出会ったのがギコちゃんのチャンネルのトップの貼ってある動画の極真空手歴25年の男白瀬ゴールドとこのゲームで出会いましたね。もともと友達だったわけじゃなくて、このトレジャーストライクっていうゲームの中で知り合ったんだよね。うん、でそこでまあラーメンでも食いに行ってみるかっつってオフラインで会って友達になった、うん、だからもう24年前だねこのゲーム自体が、うん、だからもうすぐ25年前になっちゃうね。ということで続きまして、同じく2000年8月24日に画期的ゲームが発売されたんですよ。はい、まあ、トレジャーストライクで白瀬ゴールドとは知り合ったんだけど、しばらくしてあんまり連絡取んなくなったんですよね。あいつが現れなくなったゲームに、うん、あいつがトレジャーストライクをやめてしまって、あの当時は LINE とかないんで、スカイプとかもなかったんで、うん、MSN メッセンジャーもその後ぐらいに出てきたのか確か、なので出てきてないんで、もう連絡を取る術もないし、白瀬ゴールドとはもう音信不通になりましたね。はい、そして、2000年8月24日にルーンジェイドっていうゲームが発売したんですよ。これもドリームキャストですね。これもね見ていただくと分かるんですけど、ディアブロみたいなゲーム、これドリームキャストなんですけど、ディアブロ自体はパソコンで発売しているゲームだったんで、まあそれを多分イメージして作ったのがルーンジェイドなんだろうね。うん、まあ似たり寄ったりのゲームなんですけど、このゲームも楽しかったな。ただやっぱりねバグ利用者がめちゃめちゃ増えちゃって、うん、なんかあっという間に人気は廃れてしまいました。どんなバグかっていうと、そう、昔ってさっき言った通り電話回線つないでみんなゲームやってんだよ。ドリームキャストの後ろにも電話回線カチッてつなぐことがあったんだよ昔。はい、でそれがあるということは、そう、ネットゲームってさ、モンストもそうだけど基本的にさサーバーに記録されてるじゃん、持ってるアイテムとかキャラクターって基本的にはね。うん、だからつまり例えばだよ、最強のめちゃめちゃ強い武器を手に入れました、ゲームの中で敵を落としました、で友達と一緒にプレイしてます、で一旦武器を地面に置きます、で友達に待っててもらう、部屋を作って友達に待っててもらって、その部屋に強い武器を置く、置いた後に電話機をバツって抜くんですよ。あ、電話線かバツって抜くんですよ。そうするとアイテムが増殖するんですよね。うん、なんて言うんだろう、ネット上では武器が置いたまま、だからその2人目の友達はそれを拾ってその武器を手にすることができるし、自分は置いた後に、拾っていない状態で、切断してるんで、もう一回電話線つなぐと拾えるんですよね。だから友達も拾えるし自分も拾えるみたいな感じで、もう無限に、アイテムが増殖できて、だんだん人気がなくなりました。本当どの時代も悪いやついるんだよ。不正を働くやついるんだよ。まあ、指で切りの話もそうだけどね、まあ、ぶっちゃけ。はい、そしてルーンジェイドは終わりました。はい、で続きまして、2001年7月6日にドリームキャストからファンタシースターオンラインが発売されましたね。はい、これはめちゃくちゃ面白かった。もう PSO って言ったらね、まあ、ほんとすごかった。もうほんと世界的なゲームだったね。海外サーバー、だから海外展開もしてるし、日本もあるしみたいな。だから英語喋る人もいれば、日本語喋る人がいる。本当にグローバルなゲームだった。うん。で、この PSO が発売して、しばらく経ってから、ADSL というものがね、ついにサービス開始するんですよ。ADSL ってみんな知ってる？もう、この間さ、詐取しちゃったんだけどさ、定額で、いつでもネットが使いたい放題。常時接続。はい。だからファンタシースターオンラインの中のクエストでもジョージ接続に関するクエストが出てきて、ジョージさんっていうねキャラクターが出てきて、まあジョージ接続のジョージなんだけどね、いろいろ勉強させてもらいましたけども、みんなやったファンタシースターオンライン、めちゃくちゃ面白かったよね。現在ではねファンタシースターオンライン、なんだ、なんかまた別の全く違うようなゲームになっちゃってて、ね、どっちかっていうとなんかオタクに特化したようなゲームになっちゃってて、なんか当時のファンタシースターオンラインとはもう
全然違うゲームになっちゃった。当時のね、ソニックチームが解散してしまったということで、やっぱりソニックチームがすごい偉大だったんだなと思いますね。はい。で、あんまり声を大にして言うことはできないんですけども、当時のファンタシースターオンラインをやりたい人はね、今はね、エフィネアって検索してもらえればね、ちょっと怪しいサーバーでプレイすることができるんで、私はちょっとそこでたまにやったりしてるんですけど、まあ本当に当時のファンタシースターオンライン、今やってもめちゃくちゃ面白いです。はい。最近のね、PS4 には申し訳ないんだけど、当時がやっぱ最強でしたね。はい、続きまして、ここでね、ギコちゃんはね、ドリームキャスト卒業しますね。はい。なんとここからはパソコンになります。純不動になっちゃうんだけど、2000年6月28日に発売したディアブロ2に手を出しますね、ついに。外国人と一緒にやったりとかしたよ。バトルネットだったかな、ちょっと覚えてないんだけど。ディアブロ2はめちゃくちゃ面白いゲームで、2000年のゲームなのにもかかわらず映像がすごい綺麗。まあ、今では正直ぶっちゃけ通じない。でも、遠くから見てたら、え？めっちゃ綺麗じゃね？みたいになるぐらいのレベルではある、未だに。すごいですよ、ディアブロ2。はい、ディアブロ2もちゃんとストーリーがあって、まあ、先ほど説明したルーンジェイドみたいなゲームなんだけど、それよりかはスピード感があって、やりやすいゲーム、楽しいゲームになってましたね。はい、ディアブロ2も楽しかったな。バーバリアン使ってたな、ずっと、はい。続きまして、同じく PC ゲーム、1997年9月24日に発売したウルティマオンラインですね。ウルティマオンラインも楽しかった。未だに続いてるんですよ。ちなみにウルティマオンラインってやばくない？通称 UO なんだけど、各言う B4 のリーダー、ターザン・バパゾノ氏も、帰ろう、俺たちのウルティマオンラインへってたまに俺に言ってくれるぐらい、彼もね、UO はハマってたらしくて、このゲームは、マジで自由。何してもいいよって感じ。自分がキャラクター作るじゃないですか。そのキャラクターが何をしてもいい。釣りで、お魚を食べて暮らしてもいいし、例えば、鍛冶屋さんになって、鍛冶ね。他の冒険者の武器や防具。作ってあげてもいいし、はい、もう何でもできるんですよ。家を持つこともできるんで、お金かかるけど、家を持ったら様々な家具が必要なわけで、その家具を作って暮らしてもいいし、何してもいい。例えばテイマー、馬を捕まえに行ったり、乗れる虫だったりドラゴンだったりを捕まえに行って、それでそれを人に販売して生活するもよし、何でもできるゲーム、それがウルティマオンラインでしたね。もう第二の人生だよね、本当に。これはね、マジでハマった。ただやっぱり男って言ったらさ、まあ、少年心いつまで経ってもあるわけじゃん。冒険したくなるのよ。ブラックソンの逆襲だったかな、当時は。これもなかなか本当面白くて、家作ってね、友達呼んで、ちょっと上に上がってこいよ、つって、罠にはめて落っことして殺したりね。それもまた面白かった。いろいろできるんですよ。はい。で、続きまして、2001年になります。はい。PS4 になってるんですけどね、PC ゲームで、ラグハイムっていうゲームが、はい。2001年の12月11日にリリースされるわけですよ。ラグハイムもやりましたね。今となってはもう画像も多分あんま残ってないのかな。どんぶりさん回収できるか分かんないけど。スピード感のある MMORPG でしたね。レベルがすごい上がりにくいんだけど、ある程度のレベルまで上がると、装備が変わって、変えることができて、見た目が変わるみたいな。やっぱそれも少年心をくすぐるよね。見た目が変わるんだから。たまんなかったらもうね、もう。続きまして、同じく PC で、2002年の2月1日から、ガディウス。このガディウスも、今でもあるからね。はい。検索してもらえれば分かると思うんですけど、まあ、ガディウスって検索すると多分、パズドラのガディウスっていうキャラクター出てきちゃうと思うんですけど、違います。MMORPG のガディウスです。はい。パズドラはまだ存在しません。この時代は。ガディウスは懐かしいな。基本的に走ることはできないゲーム。ずっと歩く。か、スキルでダッシュするんだよ。もう遅い遅い歩くのが。で、このゲームはね、本当にね、PK が盛んに行われてて、この当時のゲームならではかな、死んだら持ってる装備とかアイテム全部その場で落としたんだよ。だから、頑張ってレベル上げたじゃないですか。でも自分より強い人いるんですよ、やっぱ。24時間やってるような、会社ぐるみでやってるような人もいるし、瞬殺されて、ね、普通にレベル上げしてたら横からバッて来て魔法でバーンっつって殺されて、でアイテム全部奪われるみたいな。当時当たり前だったんですけど、今じゃマジで炎上するんだろうな。恐ろしいゲームでマジで。はい。そして続きまして、2002年の11月4日になりまして、パソコンゲームの天井飛をプレイしましたね。確か名前はね、フリーザ様って名前でやってたかな、確か。これもハマりました。はい。1週間限定だったかな。
3日限定だったかそう覚えてないんだけど、まあ、1週間だとしよう、1週間限定で、マップのどこかに金色の亀さん、金色の敵が出てくるよっていう、レアな敵出てきますよって。でこの1週間でそれを多く見つけて多く倒したもの、うん、に強い武器、限定の武器を授けますみたいな感じのイベントやってて、俺寝ないでずっとやってたもん、うーんマジで。で1位になって、サーバー1位になって武器をゲットすることができたと。うん、それは嬉しかったな。やっぱり昔のゲームって今と違ってお金を払えば強くなれるんじゃなくて、時間をかければ強くなれるゲームだったから、ちま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 ゲームやってれば誰でも強くなるような、そんなバランスでしたね。うん、まあ課金してればもうトップ戦線走れるからな。ちょっとやっぱ人は違うよね。はい、続きまして、またパソコンゲームですね。2003年の12月18日から失踪ヤンキー魂、これやりました。これね、あの不良しか出てこないですよ、ゲームの中に。全員ヤンキーで、で、なんて言ったらいいんだろう、他のユーザーとバイクで争ったり、なんかくだらないんだけどめちゃくちゃ面白くて、うん、なんだったかな、あのコンビニの前でうんこ座りしてたむろしてチャットするみたいなのも面白かったし、本当にハマりましたねこのゲームは。はい、バンド仲間とめっちゃやった俺当時。バンドのドラムのねやつがいて一緒にやってくれてすげえ楽しくて、もう朝までやってましたもんねこれも。で続きまして同じく PC ゲームですね、はい、2004年の2月に、ハンゲームのゴールドウィングっていうゲームやったんですよね。これあの知ってる人は知ってると思うんだけど、飛行機で8人対戦で打ち合うゲーム、 3D のゲームなんだけど、最後まで生き残ったら勝ちよって感じ。うん、面白かったこれも。今もあんのかな、多分ないと思うんだけど、うん、もう打ち合って打ち合って落としたら勝ちみたいな感じだから本当面白かった。うん、続きまして同じくパソコンゲームのレッドストーン、これが2005年の1月20日だね、はい、レッドストーンは面白かったなこれも。うん、まあザッツ MMORPG、 今でも確かレッドストーンあるはず、いろんな職業増えたりして、うん、これねマジでおすすめっすよ。ただ確かね課金アイテムで経験値が多く手に入るダンジョンに入れた気がするんだよ。だからそれをね、やっぱこの2003年だから21年前、21年前ってことはギコちゃんもう今40だから19歳じゃん、そんなにお金ない時代だから、うん、マジですごいきつかったなっていうのがあったね。やっぱここら辺からちょっとね課金優遇な感じで出てきたよね、はい、MMO 全盛期なのかなこの辺から。続きましてパソコンゲームロストオンライン、これ2006年の10月リリースですね、はい、ここで初めてギコちゃんという名前を使うようになったんですよね、まあ、ギコちゃんじゃなくてギコスパークって名前なんだけどね、はい、ジゴスパークとギコ猫混ぜた感じ、うん、ギコスパーク、かっこいい名前だよね、うん、面白かった。これも課金が大変でね、最強の武器を手にするにはガチャ引かないといけないんですよ。もうこっからですよガチャ、よくよく考えたら俺の地獄のガチャ物語は、はい、今でこそモンストで当たり前のようにガチャ引いてますけども、ここだったね。で一等が確か 0.1% かな、一等が 0.1% で武器が交換できるチケットが手に入るみたいなあったんですよ、バカ懐かしい。うん、ロストオンラインね、2006年の10月で、2017年ぐらいに確かサービス終了したんですよ。ところがどすこい、この間に2020年ぐらいにまた名前変えて再開したんですよ。今はエターナルシティリバースって名前に変わってるんですけど、2、3週間、1ヶ月近くやったかな、うん、1ヶ月ちょっとやったか、うん、1ヶ月ちょっとで俺課金500万ぐらい使っちゃいましたね。だから本当に課金時速で言ったらモンスト以上ですねこのゲーム。1日単価で言うとヤバすぎでしょマジで、すっげえ金かかんだもん、うん、はい。続きまして2006年の11月、これもパソコンゲームですね、アラド戦記、これ今でもありますね、 2D 格闘ゲームみたいな、うん、ファイナルファイトみたいなそんな感じのゲームですね。面白かったこれ、うん、シモーって名前で、インファイトのプリストでやってましたね。パパシュッパパパパパンパンシュッね、もちろんごめんね、うん、今でもできるんで、あのファイナルファイトみたいなゲームかな、うん、3本じゃねえや、普通に動けるのかと、ファイナルファイトと一緒だ、うん、検索してもらえれば分かるんですけど 2D でめちゃめちゃよくできたゲームでございます、未だにね、はい、
続きまして2002年の12月1日からリリースされているパソコンのゲームのラグナロクオンラインはアラド戦記の後ぐらいからスタートしまして、キコちゃんアサシン使ってたな、確かアサシン使って、うん、でシャ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 やってたな。なんか最近もまたやりたくなるんだよね。うん、交流があるって言ったら変な話だけど、当時からね、あのヨキヨンさんがイメージキャラクター、イメージモデルやってて、今でも本日でも未だにヨキヨンさんはそのラグナロクオンラインのイメージキャラクター、イメージモデルやっていらっしゃって、でギコちゃんっていうね YouTuber になってヨキヨンさんとの知り合うこともあって、うん、ちょっと感動しちゃいましたね俺は。ヨキヨンさんとラグナロクオンライン結構やってたんですよって話をした時に、本当にみたいな、ラグナロクオンラインの話をしたりとか、いやまたやりたくなるな、ラグナロクオンライン。本当によくできたゲームなんですよ。アリスのね、カードを集めるのはすごい大変だった気がするな、当時。ずっと買ってた気がする。アリスかなんかを、ダンジョンで。またどっかでやろうかなと思ってますね。はい、続きまして、2012年の5月にちょっと飛んじゃうんですけど、パソコンゲームのディアブロ3ですね。これはもうディアブロ2よりかはちょっとつまんなかったですね。うん、やっぱ2が至高ですね。はい。で、続きまして、2012年の8月。ここで Wii になりますね。ドラゴンクエスト10に出会いましたね。ドラゴンクエスト10もね、めっちゃやった。まあ当時はね、まだネルゲルまでしか存在しなかったんで、ネルゲル以上の敵は正直いなかったかな。ただ、マップにはさ、危険地域みたいなのあったじゃん。あの中に入った敵はめちゃめちゃ強くて、やばかった。で、当時はザキ狩りっていうのがあって、すっげー強い敵でもザキで倒せちゃったりするんだよ、連打してれば。そういった狩りも流行ってたりした時代だね。面白かった、はい、そして2013年の10月10日になってモンスターストライクに出会うことになりましたね。ここでまあ一番ハマってるって言ったら変な話だけど、一番長く楽しませてもらってるゲームだよね。B4 になったり M4 になったり M4 やめたり、波乱のモンストライフを送ってるわけですけども、モンストに出会って1億円課金するとは思わなかったですね。でも本当にモンストのおかげで YouTube の収益がまあそれよりもね5倍の5億円とか6億円とかいただいてたんで、全然ペイはできてるんですけども、まさかゲームにね1億円を使う男になるとは思わなかったし、本当にこういう風に動画を出して生活をするなんていうことは思いもしなかったですね。本当に30ぐらいまで俺ね営業職やってたんで、15歳から30歳まではちょこちょこ外で仕事してたんで、人生何があるかわからないですけど、モンストはねしばらくまだやっていこうかなと、最前線を、突破していこうかなと思いますね。最前線っていうのは一番難しいコンテンツに挑戦するところね、思いますので、引き続きギコちゃんをよろしくお願いします。ちょっとごめん遠くて、ここにいるんだワンワンが、ほらワンちゃん寝てんのここに、しょうがない膝の上好きだから。はい、そんなわけで、最後にまとめると、ぐるぐる温泉、トレジャーストライク、ルーンジェイド、ファンタシースターオンライン、ディアブロ2、ウルティマオンライン、ラグハイム、ガディウス、天井碑、疾走ヤンキー魂、ゴールドウィング、レッドストーン、ロストオンライン、アラド戦記、ラグナロクオンライン、ディアブロ3、ドラゴンクエスト10、モンスターストライク。まあその他にもね、正直入ってないのいっぱいありますよ。それこそパズドラも入ってないし、MMO 全盛期だから他の MMO もいろいろやってきたんですけど、全部は入れてない。でも、ネット老人って言ったらおかしいのかな、多分この動画はネット老人が多分多く見てくださると思うので、あ、知ってる知ってる、ガディウスでしょ、俺もやってたっていう人もいると思うんだ。はい、皆さんが初めてやった、ネットゲームは何ですか。ぜひともね、コメント欄に残してくださると嬉しいです。俺もちょっといろいろね、古代の記憶を蘇らせたいので、ぜひともコメントお願いします。ということで、ちょっと今日はモンストネタなかったんで、モンストに出会うまでの奇跡をね話していきました。いかがだったでしょうか。よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。バイバイ。